皆さんこんにちは。私あの背景を見ていただくと、斜めに立った高いビルが見えますけれども、ここはどうかと言いますと、カザフスタンのアスタナに来ております。実はアスタナで万国博覧会が開かれておりまして、その視察に来たわけでございます。実は私はあの、大阪万博を推進する議員連盟の会長が二階幹事長なんですけれども、事務総長が河村先生、河村健文さん、そして私が事務局長を務めております。まあ、そういう関係もありまして、加えて日本とカザフスタンとの友好議員連盟の河村先生が会長で、私が幹事長をやっている、まあ、こんな関係もございまして、今回1週間足らずの日程でこのカザフスタンに参りました。後ろの背景にあるビルをはじめ、各地でいろんな展示会が行われておりまして、日本の展示館も非常に好評を博しておるようであります。またカザフスタンは人口2000万いかない、人口では小さい国ですが、面積では日本の7倍以上になる国であります。従いまして、そこで万博をやるというのはなかなか人を集めるのは大変だと思っております。まだ数十万しか来場者がないと言っておられましたけれども、まあ、いずれにしろ、各国の参加を得て盛大に行われていることは事実であります。これからどんどんお客さんも増えるんだと思います。我々は、2025年、今から数えて8年目、オリンピックは3年後でございますから、オリンピックが終わってから5年後に大阪に、万博を招致したい、こういうことで世界の各地をお願いに回っておるわけであります。世界には170カ国のこの、世界博覧会機構に参加している国がございまして、そのうちの、まあ、言ってみれば過半数を取れれば、当選間違いないということであります。中でも4カ国が手を挙げているんですが、フランスのパリが一番の強敵だろうというふうに思います。フランスは、過去、7回、万博を実施しております。我が国は1970年に、大阪万博をやりました。6400万人の人が来て大盛況だったわけでございます。私はその時海外のアメリカの大学におりましたので見ておりませんけれども、その盛況ぶりは、外国にも伝わってまいります。そして1990年、大阪で花博をやりました。そして今回ですね、できれば2025年大阪に万博を招致したい。そして AI はじめ、まあ、車の自動運転ともございますけれども、必ず未来社会がこうなるんだということを日本の技術力を背景に世界にディスプレイすると非常にいいのではないかと、まあ、このように思っております。カザフスタンでは大歓迎を受けましたけれども、こういう友好関係こそ一番博覧会等をやるには大事なことだろうというふうに思っております。これから、カザフスタンの各地を回って、2日後には帰る予定でございます。以上です。ありがとうございました。